伊万里駅は、佐賀県伊万里市新天町にある、九州旅客鉄道、松浦鉄道の駅である。佐賀県西部の中心都市である、伊万里市の代表駅で、伊万里市の中心市街地の南に位置する。JR 九州の地区飛線と、松浦鉄道の西九州線の2路線が乗り入れており、このうち地区飛線は当駅が終点である。西九州線は、旧国鉄。 JR 松浦線であり、当駅は国鉄 JR の駅として先に開業した松浦線を所属線としていた。国鉄時代は急行平戸からはじめ築飛線と松浦線を直通運転する列車も設定されていた。1988年に松浦線が松浦鉄道西九州線に転換され JR としての所属線は 地区比線に変更された後も JR と松浦鉄道は駅舎を共用しており地区比線と西九州線の線路もつながっていたが2002年に道路を挟んで JR が使用する東駅舎と松浦鉄道が使用する西駅舎に分かれ線路も分断された地区比線の西区間は山本駅が起点となっているが当駅に発着する列車はすべて 唐津線唐津駅、または西唐津駅を始発、終点として筑肥線に乗り入れている。西九州線は当駅で運行系統が分かれており、有田方面からの列車、田平平戸口、佐世保方面からの列車の双方が全て当たり駅で折り返している。直東駅は松浦線の中間駅、筑肥線の終点駅として開業したが、松浦線は スイッチバック構造となっており、駅構内の配線は、築飛線と松浦線の双方向が直通可能となっていた。松浦線が、松浦鉄道西九州線に転換され、両線の線路が分断されてからも西九州線のスイッチバックは残されている。前述の通り、1988年に JR 松浦線が、 松浦鉄道西九州線に転換されてからも、駅舎は共用されていたが、2002年3月1日に、筑肥線と西九州線の線路が分断されたのに合わせて、東駅舎と西駅舎の2つの駅舎に分かれて、別々の駅になった。同年10月20日に、東西の駅ビルが完成して、現在の姿になっている。東西の駅は道路を挟んで、 ペデストリアンデッキでつながっていてエレベーターがある。単式ホーム一面一線を有する地上駅。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅である。緑の窓口が設置されているが平日のみの営業である。JR ホーム二面三線のホームを有する地上駅。前述の通り西九州線は当駅がスイッチバック構造であることからホームは 当端式になっている。一番線は有田方面とはつながっていない。窓口及び自動券売機があるが、営業は駅員配置時間のみとなっている。伊万里市観光協会の売店がある。2009年8月31日をもって、伊万里バスセンターが閉鎖されたため、翌9月1日から、西駅舎前に、伊万里駅前バス停が新設され、駅舎内に西小江バスと、 昭和バスの乗車券の自動券売機が設置されている。バスの定期券、回数券は、駅舎内の伊万利市観光協会の売店で販売している。荷物かの利用が可能であるが駅構内には対応機器はなく、列車内のカードリーダーにタッチすることで生産を行う。乗場松浦鉄道ホーム駅北側は、伊万利市の中心市街地であり、南側は、 駅舎改築工事に伴い新しく作られた道路によって国道202号とつながっている。西駅舎前に今里駅前バス停があり、昭和自動車、西越自動車などの路線バスが出ている。なお、今里駅前を終点とするバス及び西越バス今里営業所行きのバスは道路向かい側の東駅舎前が乗降場となる。また、 豊か交通の夜行バスや伊万里市、コミュニティバスも発着する。福岡方面南、旗、唐津方面桃川、竹尾方面西有田、佐世保方面浦の先、松浦方面、八つ、福島方面清水方面山内町、大川内山方面伊万里営業所方面、伊万里市街を循環する路線と、郊外と、市街地の間を結ぶ路線が発着している。 ありがとうございます。